u ローユ e アビ t ネストランスフォームユ r アライフアパロオイシャルポッドキャスト常ブログ思考はい、えこんにちは、プロです。今日はですね、ウェブマーケティングと色についてお話ししていきます。先日、クライアントさんとちょっとね、色について、色使いとかについて話す機会があって、 まあせっかくなんでね、これ、ポッドキャストでも話した方がいいなと思ったんで、今回はね、このお話をシェアさせてもらいたいと思います。僕はまあ、その色の専門家でもないですし、まあそういうね、色について特に詳しいというわけではないので、あくまでも自分の個人の見解とか考察とかね、考えとかを述べていきたいと思います。で、まあ、この色使いが重要ですよっていうのはね、言うまでもないと思うんですけど、いろんなシチュエーションでね、このまあ色っていうのを使うシーンがあると思うんです。 まあ一番分かりやすいのはウェブサイトですよね。どういった色を基調としたウェブサイトにするのかっていうのもありますし、その中でもパーツパーツによってね、ヘッダーのこのバナーの色が何色でとかってあれば、その全体のウェブサイトの色が何色でとかってもありますし、あとはロゴとかね、そういったのも色が重要ですし、もし電子書籍とか出版するんであればね、その本の表紙の色を、ベースを何色にするかとかっていうのもありますよね。 で、この色使いに関しては、やっぱりその行動心理学というかね、人間心理学。例えば、赤だったらなんかこう、興奮するね、興奮を掻き立てるとか、青だったら冷静とかね、まあいろいろあると思うんですよ。で、それに対して、まあこう、ウェブマーケティングする上で、この色がいいですよ、みたいな話がね、よく出てくると思うんですよ。で、例えば、ね、僕が聞いた事例とかで言うと、 あのボタンの色ってあるじゃないですか。ランディングページとかね、セールスレターとかにあのボタンがあって、あれが何色がいいのかみたいな議論ってよく出てくると思うんですよ。で、それに対してね、あれの最適な色は、まあ、アマゾンのボタンのね、あのデザインが最強だみたいなふうに、まあ、言ってる人もいるわけですね。まあ、アマゾンって世界一の、まあ、EC サイトなんで、アマゾンが考え抜いてね、まあ、えー、決めた色。だから、アマゾンのあのオレンジを。 まあ主体として、文字がちょっとね、青っぽい色のボタン、あのボタンを使うのがいいみたいな風に、そういう風に主張してる人もいるわけですけど、僕はですね、それは非常にまあ表面的というかね、短絡的な発想だと思うんですね。あれは Amazon の中にあのボタンがあるから、最適な色がね、あのオレンジのボタンになるわけであって、すべてのケースにおいて、オレンジが最適とは限らないわけですね。 もしあれがね、もうすべてのケースにおいて最強の、まあ、ボタンの配色なのであればですね、もちろん Amazon だけじゃなくて、もっとトップレベルの、ね、EC サイトとか、まあ、世の中にいっぱいあるわけじゃないですか、世界中に。じゃあなんで他のウェブサイトは使わないんですかって話になるわけですよ。他のウェブサイトがそれを使ってないってことは、ね、えー、その色が最強ではないということだと思うんですよ。色っていうのはコントラストですから。 何色の中に何色があるから、ね、それが目立つとか目立たないとかってあるわけですね。例えば赤とかって一般的にはすごく目立ちますけど、じゃあ全体がオレンジっぽい色の中に赤があったら、じゃあ果たして目立つのかって言うと目立たないですよね。ということがあるんで、やっぱそのコントラストみたいなものも考えていかないといけないわけですよ。で、この色使いを考えるときにね、その、 例えば、全くマッチしてないのに、ね、そのセールスレターとかに Amazon のあの色のボタンがあってもね、違和感しかないみたいな。おかしいっていう風になるわけですね。で、この色使いを考えるときに、僕が意識してることを言うとですね、まず一つは、その、世界観みたいなものですね。自分が表現したい世界観みたいな。例えば、自分のブログがちょっと高級感出したいんだったら、なんかこう、紺色っぽいね、色を使うとか、ちょっと高級感出ますよね。 だったりとか、まあその自分のイメージカラーだったりとかね、そういったものです。イメージカラーってすごく大事ですから、ブランディングっていう点においても。例えばマクドナルドだったら、ね、赤と黄色みたいなのありますよね。例えば HIS だったら青とかね、ありますよね。Facebook 青、YouTube 赤みたいなね、感じであると思うんですけど、そういう、まあイメージカラーがあるんであれば、それを基調としてやった方がいいですし、それがこう認知になる。何々といえば何色みたいな感じの認知になるんで、まあブランディングに関わってくるわけですけど、 まあそういったイメージカラー、もしくは自分が表現したい世界観ですね。をベースにしてやるっていうのが一つと、あるいは、例えば電子書籍とか本を書く場合っていうのは、ターゲットが好む色っていうのもやっぱり意識した方がいいわけですよ。例えば、自分のね、書いた本が女性向けの本なのに、このメインの配色が青とかだとやっぱりマッチしてないと思うんですね。とか、自分の、例えば絵本書いてね、 自分の書いた本が絵本なのに、なんか全体的にもう黒っぽい本とかね、合わないわけじゃないですか。逆に男性向けの本なのに、もう真っピンクの本とかね、書いてしまうと、それはそれであまりマッチしないと思うんですよ。だからターゲットが好む色になってるのかってもすごく大事ですし、あとはさっきも言ったみたいな自分の世界観を、とかね、えー、個性とかを表現しているのか。例えば自分がすごくクールで落ち着いていて、ね、えー、ちょっとこう、 何て言うんですかね、ハードボイルドな感じの人が、すごいポップな配色のね、えー、ビビッドな色を使っていたら、すごくなんか違和感があると思うんですよ。やっぱその人に合った色、自分っていう人間に合った色っていうのがあるんで、そういうキャラクターとかも反映した上で何色を使うのかっていうのがね、すごく大事になってくると思うんです。で、あと、まあ、この色使いっていうところで言うと、例えばサムネイル画像とかね、YouTube とかでサムネイルあるじゃないですか。あの時に、まあとある人が言ってたのがですね、 例えばさっきの YouTube なら YouTube イコール赤みたいな感じになるわけですね。YouTube に関する動画を上げる場合はみんな例えば YouTube のロゴを入れて赤っぽい配色にしてとかってやると思うんですけど、そこで例えばあえて青色のね、YouTube のなんかのボタンの画像を作ってみて入れてみるとか。y o u d e m y とかでもそういう風にやってる、まあ、海外の講師とかいるんですけど、みんな YouTube 講座みたいな感じの講座を作っていて、まあ赤っぽいね。 サムネイルを使っている中で一人だけ青っぽい YouTube のね、動画の、まあそういうサムネイルの講義があったら目立つみたいな。要するに、役割としてはいかに相手の面に止まるのかっていうのがね、サムネイルの役割だから、目立つ必要があるわけですよ。目立つっていう点においては、他と完全にね、こう埋もれてしまっては目立たないので、他がみんな赤を使うんだったら自分は青を使うっていうのは、一つの戦略なわけですね。だから何色が最適なのかっていうのはその状況にもよるし、だから、 そういった目立つ必要があるんであれば、あえて対極になるような色を使った方がいいわけだし、ウェブサイトとかね、何かを表現するんであれば、調和するような、全体の中で、そのデザインの中に調和するような色使いにしないと。一箇所だけ全然色使いが違うっていうふうになると、ものすごくそこだけ浮いてしまうような感じになるんで。だからそういう全体とのバランスを見る、コントラストとかを考えて色使いをしないといけないんですけど、何でも短絡的に、ね、あの世界一の Amazon が使ってるから、じゃあ、あの、 <laughs> オレンジのね、ボタンが最強なんだっていうのは、それはあまりにも表面的すぎるなっていうふうに僕は思ったんですね。だからその状況によりきりだと思うんですよ。ね。えー、普段そういう色,色とかをね、使わない人が突然そういう色を使ってやっぱりなんか違和感があるし、変な印象を受けたりとかね、するわけじゃないですか。だからこれに関してはもう絶対的な答えは存在しないと思いますし、例えば購買意欲を高めるね、色が仮に赤だったとして、 じゃあ、なんで世界中ね、こんだけたくさん、そういうウェブサイトとか、EC サイトとかね、いっぱいあるにもかかわらず、全部が赤使ってないんですかっていうと、すべてのケースにおいて赤が最適解であるわけではないからですね。例えば、もし赤が、その、一番購買意欲、制約率の高い色なのであれば。それは状況によるから。相手がどういう人なのかとかね、このウェブサイトがどういう色を基調としているのかとか、 ね自分がどういうまあイメージカラーなのかとかね。さっきのところで言うならば、何でしょうね。例えば、じゃあさっきの HIS っていう話。僕ちょっと旅行業出身なんでね、HIS 引き合いに出しますけど、HIS はまあ、イメージカラーは青なわけですよ。その中に一箇所すごくこうね、赤のボタンとかあったら、やっぱりちょっと変なんですね。浮いちゃったりするから。だからそれはやっぱりこうバランスを考えてやらないといけないわけだし。なんで、まあ何がこう一番いい色なのかっていうのは、もちろんその、 ね、色彩心理学みたいなものを最低限頭に入れておく必要はあると思うんですけどそれが全てのケースにおいて、ね、最適解だとしたらみんな同じ色を使うはずだしそうなってないってことは結局それが絶対的な答えは存在しないってことですねでその時に考えるべきことが自分の表現したい世界観とか自分のキャラクターと合っているのかとかあるいは、ね、見込み客が好む色になっているのかとかあるいはその役割ですよねサムネイルだったら目立つ必要があるから他とのね、えー こう目立つ色になっているのかとか調和するような色になっているのかとかそういったことを全部踏まえて何色が最適なのかっていうのを考えていかないとそういう簡単なセオリーとかねだけで片付く話ではないと思うのでこれはまああくまでも僕個人の見解ですけど色使いを考えるときはそういったところをポイントにね考えていくといいんじゃないかなと思います